ITIP プラットフォームケイロスのチュートリアルビデオをご覧いただきありがとうございます。この度ケイロスソフトウェアバージョン 1.1 をリリースしました。今回のバージョンアップは無償で行うことが可能です。またケイロスクリエイターが MacOS にも対応しました。幅広いユーザーのニーズに応え、システムの柔軟な構築と連携を可能にするアップグレードのポイントをご紹介します。今回のバージョンではまず機能の強化としてオーディオメーターの表示などオーディオ機能の強化、インターレースなどさまざまな映像フォーマットへの対応やディレイの設定など入出力の強化、次に機能の追加としてタイトルジェネレーターの実装、ラムプレイヤーとクリッププレイヤーがプレイリストに対応、そして操作性の向上としてバス名の変更や外部パネルへの対応などオグズの操作性向上、コントロールパネルをパスコードでロックして誤操作を防止などさまざまなアップデートを行いました。バージョンアップはユーザーご自身で行うことができます。ケイロスユーザー向けの登録制ポータルパスケイロスから必要なファイルをダウンロードしセットアップしてください。インストールは手順書に従い作業してください。ソフトウェアベースのケイロスはこれからもさまざまな機能がバージョンアップにより提供されます。メンバーポータルをはじめ Facebook など SNS でも情報を発信しています。ぜひご登録をお願いします。ケイロスのさまざまな機能や使い方をご紹介するチュートリアルビデオを公開しています。こちらの URL でご覧ください。Panasonic.